アメリカ艦隊総軍はアメリカ海軍の組織の一つ。部隊管理系統では海軍作戦本部の作戦系統ではアメリカ北方軍の指揮をそれぞれ受ける。司令部はバージニア州ノーフォークに所在し、司令官には対象が当てられている。艦隊総軍はその起源を大西洋艦隊に有する部隊である。2001年10月。 当時の海軍作戦部長であるバーン・クラーク大将は、大西洋艦隊のもとに同艦隊と並列する組織として新たに艦隊総軍を創設し、その司令官には、大西洋艦隊司令長官を艦隊総軍司令官の職名を付与し兼任させる、旨を決定した。この決定に伴い、当時の大西洋艦隊司令長官であるロバート・ナッター大将が同日付で、 初代艦隊総軍司令官に就任した。艦隊総軍の任務、役割については、大西洋艦隊及び太平洋艦隊の両艦隊につき、その励下部隊の訓練期間中における人員、装備、訓練等に関する所要求、政策を、統括的に調整、設定、実施することとされ、主として、部隊の訓練、連成に関する業務を担当すること、 直接の起源となった大西洋艦隊だけでなく太平洋艦隊についても影響を及ぼすことといった現在に至るまでの艦隊総軍の基本的性格、位置づけが決定された。また、司令部については1948年よりバージニア州ノーフォークに置かれていた大西洋艦隊の司令部に併設された。指揮命令、管理系統については訓練、 連戦部隊としての性格と旧大西洋軍以来の流れを組んで、統合戦力軍を引き続き上級部隊としたほか、艦隊総軍創設と同日の2002年10月1日付で、それまで統合戦力軍が担っていた本土防衛任務が2001年の同時多発テロ事件の教訓をもとに新設された北方軍に移管されたことから、北方軍エリアにおける海軍部隊を要する作戦、 訓練に関しては、北方軍の指揮、管理も受けることとされた。その後短い期間を経て、大西洋艦隊司令長官権、艦隊総軍司令官のポストは再び、役職名変更を受けることになる。艦隊総軍創設と同日の2002年10月1日、当時のドナルド・ラムズフェルド国防長官は、コマンダー・イン・チーフという称号は、軍の最高司令官であるが、市国大統領だけに、 称することが許されたものである。として、助数艦隊の司令官と区別する意味合いで、長らく司令長官と呼ばれていた、太平洋艦隊司令長官、大西洋艦隊司令長官、在欧合衆国海軍部隊司令長官の3つの司令官ポストにつき、司令長官から司令官へと故障を変更するよう通達を発した。この通達は、同年10月24日付で有効となり、 これに従い、大西洋艦隊司令長官権、艦隊総軍司令官職は、大西洋艦隊司令官権、艦隊総軍司令官へと故障が変更された。2003年より、アメリカ海軍は、前年10月に、クラーク海軍作戦部長が発表した、新世紀の海軍戦略構想、シーパワー21を、実行段階へと移行させた。この、C、シーパワー21に基づく、 初政作の実施により、艦隊総軍は、その重要性を大きく増すことになる。C パワー e 21は、C ストライク、C シールド、C ベーシングの3つを実現、獲得すべき目標の柱とし、それらを具現化するため、C エンタープライズ、C ウォリアー、C トライアルの3つの政作を掲げた。このうち、様々な試験や、ウォーゲーミング、演習を通じて、 スピーディな技術革新を図ろうとするシートライアルは艦隊レベルで実施を主導し艦隊総軍司令官がこれを統括するものとされた。さらにシートライアル実現をサポートするための組織として海軍大学校の下に置かれていた海軍戦闘開発コマンドが艦隊総軍霊下に移管された。艦隊総軍の主要な任務は霊下の海軍部隊を育成。 訓練し格闘合軍に連成した状態で提供、派遣する、フォースプロバイダーとしての役割を軸とし、合わせて合衆国本土に本拠を置く、海軍部隊として本土防衛部隊の役割も担う。フォースプロバイダーとしての艦隊総軍は、前述のように霊下の海軍部隊を育成、訓練し、必要に応じて格闘合軍に連成した状態で提供、派遣する役割を負うことで、 これにより、海軍兵力の世界展開における配置調整を行っている。艦隊総軍はその起源を、同じ1906年に創設された、大西洋艦隊に有し、また同じく4つ星の海軍大将を司令官に当てる、ことなどから、太平洋艦隊と並立的に見られることも多い。 しかし、太平洋艦隊が、その戦力を、もっぱら作戦系統上の上級部隊にあたる、太平洋軍に提供し、太平洋地域のみに焦点を置いた組織であるのに、対し、艦隊総軍は、大西洋艦隊以来の担当地域である、大西洋地域だけでなく、太平洋地域にも管理、指揮命令の手を及ぼしている。また、閉館、受診関係や設備、 施設関係のコマンドなどに代表される、広報支援、広報活動を主とする部隊は、艦隊総軍が直属の上級部隊とされている。あるいは、艦隊総軍令下の部隊が、太平洋艦隊令下の部隊よりも上位に位置づけられていることも多い。艦隊総軍は、合衆国本土に本拠を置くこと、本土防衛部隊としての性格を有することから、 作戦系登場は北アメリカ地域を管轄する地域別統合軍である北方軍の下に置かれているが、発足当初は同じくホースプロバイダーとしての役割を有する陸軍の陸軍総軍、空軍の航空戦闘軍団、海兵隊の海兵隊総軍とともに特定の管轄地域を持たない機能別統合軍である統合戦力軍の下に置かれていた。 2011年に統合戦略軍が廃止されたことにより、現体制に改められ、現在に至っている。必要に応じアメリカ戦略軍とも協力を行う。作戦部隊として第2艦隊を要し、西大西洋を担当範囲としている。部隊連成にあたっては第3艦隊にも指示を行う。連成した部隊は第6艦隊や、 第五艦隊などに必要に応じ派遣されることとなる。司令官は大西洋艦隊と兼任であり、大西洋艦隊は冷戦終結により大西洋方面における戦闘艦隊の比重低下を受けていた。なお、大西洋艦隊司令部は2006年に艦隊総軍司令部に統合され、指揮系統は整理された。大西洋艦隊は、 戦闘部隊としての第二艦隊が存続するものの、名称は訓練部隊である大西洋艦隊水上部隊などに縮小されている。ありがとうございます。